せーの、こんばんは。バラプニンのバラこと奥倉拓也です。本日はですね、なんとお久しぶりの僕の一人が書くなっております。僕は怒っています。はい、なんでかと言いますとですね、最近ドッキリを仕掛けられすぎている件について、まあ全く怒ってないんですけども、最近ドッキリを仕掛けられまくってるので、そろそろね、逆に僕がドッキリを仕掛けてやろうかと思っております。はい、今チピちゃんは出かけているので、はい、これからドッキリを仕掛けていきます。はい、てなわけで、本日のドッキリは、救命士の彼女は彼氏が体調を崩していたらどんな対応をするのか。まあね、倒れていたとかでもいいと思うんですけど、多分チピちゃんだとね、すぐ救急車呼んで危ないので、すぐ呼んじゃいそうな気がするので、体調をぐったりと、ぐったりと崩してみようと思います。そしたらチピちゃんはどんな対応をするのか楽しみに撮っていきたいと思います。まあ、どんな反応するのかはちょっとわかんないんですけど、ちょっとはね、僕の影響で医療的なことをね、やってくれたら面白いなと思っておりますので、お楽しみにしててください。それでは早速ドッキリやっていきましょう。チャンネル登録よろしくね。はい、それではそろそろチピちゃんが帰ってくるので、僕はスタンバイしようと思います。気持ち悪いよね。ああ、気
急に。ああ、長いだれし。食べ過ぎのコーヒー。今度はコーヒー。飲んでない。胃腸炎とか？わかんない。病院行く？連れてって。あ、じゃあ行く？ああ、連れてって。じゃあ救急車呼んでみる。救急車？病院？普通に行く。タクシー呼ぶ？ああ、起こして。一輪だもん。どうしたの？なんかもしもし髪をしようとしたでしょ。じゃあ分かんなかったから知ってる知識。俺が殺されるのかと思ったよ。まあ全然ピンピンしてるんですけどね、僕は。ねえ、企画パクるな。ピンピンしてますけども、ちょっと待ってくださいね、カメラ持ってくるんでね。はい、どうもこんばんは、極フラタクヤです。こんばんは。どうしましたか？こんばんは。どうしたの？こっちにおいで。病院連れてくれようとしたの？うん、うん、ありがとう、よくできました。びっくりした。なんで？死ぬかと思った。そう考えたら救命士ってすごいな。はい、今回の企画、救命士彼女は彼氏が体調をぐったり崩していたらどんな対応をするのか。どうでした？怖かったです。じゃあうち回復姿勢ちゃんと手術したよ。回復たいね。回復ね。分かんなかった。っ分かんなかったから後で復習しよう。何しようとしたの？回復姿勢して、ゲロ袋置いて、脈見た。あ、脈見てくれた。でも脈見つかなかった。違う、だってこんなとこ触ってたもん。あるはずがない脈触ってた。ないなって。ここね。ここね。脈打ってないよ今。打ってるよ、ここ。最初寝てるんかなと思って、これでさ、プシューってかけようと思った。具合悪いとか言い出してから。結構やばいと思った？やばいと思った。だってその体調崩さないじゃん、チーと違って。うん、俺元気。だから分かんなかった。で、保湿。ドッキリ大成功ですね、これは。これは大成功。具合悪そうだった。うん、悪そうでしたわ、とっても。うん。頑張ってるのが見えました、僕には。はい、はい、ぜひこのね、ドッキリを見てこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。切り抜きと無断転載もぜひよろしくお願いします。はい。久しぶりのドッキリで怖い。びっくりしちゃったの。ごめんね。また前に出てほら、はい、怖いの、うん、ほら若干舐めない。ごめんね。はい、そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。ごめんね。えれ占領されたごめん。